中野稔選手です。トレードはオンサイト 13C レッドポイント 14C です。過去の大会での主な成績は2013年リードジャパンカップ東京4位、2014年リードジャパンカップ長崎4位、2013年 IFSC リードワールドカップイムスト14位、2014年 IFSC リードワールドカップ印西10位です。目標は関東です。向かって右側が山口県の豊田正文選手です。はい、男子第1班、終了通告を行います。解散して結構です。結果は、仮発成績発表をもう少しかかります。向かって右側が山口県の豊田正文選手です。プレートはオンサイト 12E レッドポイント 13A です。過去の大会での主な成績は日本ユース選手権2015ユース A 5位、ボルダリングジャパンカップ201511位、決勝を目指して頑張ります。さあ、午後になって日差しが出てまいりまして、やや、気温は上がりつつありますが、選手のロングコースは日陰になっていて、まだ、快適な、環境は、保たれています。現在登っていますのは、9番目の選手たちです。左側に行きますのは中野稔選手、広島県の選手、そしてゼッケン18番、豊田正文選手が右側の選手です。山口県の選手です。中野選手はもう、決勝戦への常連組、現在は、全日本の選手として世界戦を戦う選手もあります。豊田選手は非常に、クライミングの強い、山口県の在籍選手、ジニアの自分からメキメキと頭角を表して今、山口県の中でも少年の部の代表として今大会の出場経験を多数持っている豊田正純選手です。さあ、中野選手もクライミングまでは機械体操を行っていました。そのために非常に、体のコントロール、そして体の柔軟性もある選手です。さあ、中野選手、ここまでほぼ力を余しての対応に見受けられます。さあ、どうか。さあ、中野選手のこの距離はどうか。問題なくキャッチしました。中野稔選手でした。大きな拍手お願いします。さあ、豊田選手はどうか。しかし、コールは当たらなかった豊田選手にも大きな拍手をお願いします。